あいいお兄ちゃんや。兄弟愛がいいね。嘘全滅えやば。でかデス子でか ?1 話からこれか。<laughs> 重いな。はい、どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。今日もアニメリアクションしていきたいと思います。えー、今日は、 いよいよこの時が来ましたね。えー、鬼滅の刃、こちら初めて見ていきたいと思います。はい、本当初めてです。<laughs> いや、あの、ここまで,で鬼滅が流行ってね、映画もやって、マ、まあ、ニュースにもなって、みんなが知っている中、話してい、ね、るあの、僕は、なんとなく知ってるふりをしてきました。ずっと。<laughs> 実際にはほとんど見たことがありません。ただ、あの、 ここだ、ここでね、しっかり、あの、僕がどんだけ鬼滅を知っているか、あの、伝えておきたいと思います。これ嘘を言ってもしょうがないからね。えー、僕は、鬼滅の刃が流行ったのを知ったのは、えー、18話です。18話のすごい神作画、u o テーブルさんの、えー、とんでもない戦闘描写が、あの、話題になってニュースになった時に、えー、なんかね、海外の人のリアクションみたいなもんで見たんだよね。なんか、18話の最後のとこだけ見た。だから、あの、主人公の、なんだっけ、えっ、ー、と、炭治郎だっけ、が、 すごい動きで、えー、敵を圧倒するとこだけ見てしまいました。はい。これだけは先に言っておきます。<laughs> だから、炎を使うんだろうなってのはなんとなく分かっております。で、あとはど、どういうキャラがいるかっていうのはね。 だいたえ、コラボ商品とかで見ているし、なんとなく見覚えがあるな、話聞いたことあんな、名前聞いたことあんなってのなんとなく入っているんですが、しっかり話を見たことがありませんでした。だから、今回初めて見たいと思います。<laughs> これまでなんとなくね、話し合わせてきたんですよ。ああ、炭治郎がね、みたいな、すごいよね、とか、作画がね、みたいな、いろいろ言ってきたんですが、あの、全部知ったかぶりです。<laughs> 初めて見たいと思います。はい。行きましょう。エピソード1。 残酷残酷なんか一話目としてはだいぶ物騒なタイトルですが。なんだ雪道を歩いてるのかこれが主人公の視点なのかなあ、すごいな作画がしかし。さすがイーフォーテーブル。なんだなんかもう追い詰められてる。あ、なんか違う。すごい作画がマジで。何度も言うけど。なんだなんだこれ炭治郎だよね。 この柄のマスク見たことある。禰豆子。あ、これが禰豆子か。妹だよね、多分ね。死にかけてる。なんだなんだおい、とんでもねえ始まりから来たぞ、おい。残酷。一話目これ <laughs> ピンチから始まるんか。あ、ちょっと過去に戻った感じかな。 お,う炭治郎お母さんかしらああ雪ね花江さん炭ね炭売り炭焼き炭焼き小屋かなこれはお母さんとあ兄ちゃん 兄弟多いね炭治郎は足が速い母ちゃん美人やなすごいいいな母ちゃん <laughs> うん兄弟たちもいいなしかし作画がすごいあいい妹やあいいお兄ちゃんや 兄弟愛がいいね。すごい。慕ってるんやな、お兄ちゃんをな。茂ね。ごめん、妹なんだっけ。花子ね。花子と、えっ、ー、と、茂ね。あったかい家庭やな。うん。炭焼きだから、そんなに裕福でもないんだろうけど、見た感じね。 うん。竹雄めっちゃ慕われてるやん、炭治郎。めっちゃ面倒みいやん。うわ、すごい優しいじゃん、この主人公。ははははは。いいないい家族だな炭治郎。でもさ、あれこれ、多分、これ、これの帰りよねさっきのピンチ。なんかさ、髪が、 なんか落ちたんかななんか縛ってなかった気がするんだよね。六タってかネズコこれネズコお父さんが死んじゃった。あなんか18話でなんかチラッと映った気がする。あお父さん死んでるんだ。ああ。第2の年長者というかあの2番目はネズコなんだ。 あ幸せな人生ねじゃあ炭治郎と禰豆子がお家を支えている感じか炭治郎は外で禰豆子は家ででお母さんもいてうんうん血の匂いがするなんか不穏だぞおいあ電柱電柱それ電柱あるの どういう世界観なんだ時代風景というか着物完全に電柱だねもっと昔かと思った俺あ住墨売りねあ各家庭に回るのああそうなんだ小売りもするのねあめっちゃ めっちゃ街に馴染んでるのかな話出てますけど大丈夫 <laughs>。家具何猫。<laughs> え何何どういうことでもなんかいろいろ頼られてる感じはするよね。街に馴染んでる。 なんだ猫の匂い。鼻がいいのか炭治郎は。あ、全部売れた。すごいね。あんだけあったのに。みんな炭治郎、炭治郎って声かけてくれるけど。鼻が利く。やっぱり鼻が利くんだ、お前。鼻が利く主人公って新しいな怖えな、おい。鬼 あ鬼ね。ああれでしょ、えーと、なんだっけ、鬼殺隊だっけ、なんかこう、5体13体みたいな、なんか、そんなイメージ。え、なに他人だよね、このおじさん。止めて、えご飯までくれたんなんか、じいさん関係性は何人食い鬼。 人を食うの顔には布団まで敷いてくれてへえ夜は人食い鬼が出るなんか昔話というかなんかねおとぎ話というか言い聞かせるさ子供の頃にあ家の中にも入ってくるうん ん鬼狩り様このじいちゃんは安全対応、ね、大丈夫だよね顔映らんけど怖いよ、なんか。で、何？鬼狩り様もうちょっと詳しく教えてくれませんかああ、家族を亡くしてる一人暮らし。え、何？このじいちゃん大丈夫な人え、本当は死んでるとかないよねちょっと怖いよ。ピンチに。 おばあちゃん炭治郎かわいいなおにがり様やっぱこの一帯に伝わる話なんだねあ,あじいちゃん何もなかったね三郎ロおじおじさんしかし作画がすごいよ <laughs> 何度も言うけどほんとにいいねめっちゃ物語に没入できるわこの感じ 音響もすごい。血の匂い今、帰り道でしょなんだんんんんねずこえそんなことえ嘘嘘嘘嘘こんな急展開え、何鬼か 鬼が出たんか食い殺されたのええ死んでないよねネズコえ何がどうなってんのこれうちでうちうちだよね帰ってきてえ <laughs> 鳥鳥肌立っちゃった背中に。

うん、足速いからなお前急げ急げ急げまだ助かるよまだ助かる助かるあああ生きてるやん行け行け頑張れ頑張れんちょっと待ってえちょっと待って禰豆子が鬼のパターンもしかして 禰豆子がやったんかいやな,なわけだよな。えどうなのなんかこういうカレーなのやたこあるんだけどさ。えっ禰豆子がやったのいやでも、んごめん、あの、本当に中途半端にしか知らんからさ、すごいバカなこと言うかもしれんけど、許してください。<laughs> いや、やばいって、炭治郎、とりあえずやばいよ。 うわうわうわ鬼だあおえー、髪の毛までなんかやばいことになってませんもともとそんな感じだったっけいや違うよねやばでこの音響がねすごいあのちょっと静かな感じがすごいあそうだよねあそうだよねあそうだよね,だよねいつものねずこじゃなくなってる 怪我してるもんな。だって。あ、そうそうそう、そうなんだよ。俺が気になったらそこよ。うん。冷静だね、炭治郎。めっちゃ判断できる。もう一つ匂いがする。ええ何何何何あーあー、そういうことかびっくりした。なんか、弾け飛ぶのかと思ったわ。やば。でか。ですごでか。<laughs> やば。どうなってるんだ うん、襲われたからか吸血鬼みたいなことか鬼あ鬼ねあ吸血鬼なんかな人食い鬼やばいねもう完全に理性を失ってるわあ呼びかけてるんかあ頑張れ いや戻っ…えねっねねずこねずこあそういうことねなえなんか見たことあるこの人も戻っえもう展開が早すぎて追いつけないわああんみ切られたねあっ七人だ あ、これでねずこは、とりあえず、気を失ったかしら意識があるとやばそうだね。なんかこう、暴走状態というか。今一瞬戻ったけど、今後、んこれが鬼殺隊か。うん。あ、おにぎり様か、これが。あー、起きちゃった。おにぎり様は、襲ってきたよ、今ね。 ねず子うん妹なんですようわーいやちょっと待ってねえあれねず子は早っもしかして連れ去られちゃった感じ相当な達人なんだなこの人はあなんか声もあれ桜井さんだしいやあのー 恩情をくれませんかねあそう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 犯人は他にいるんだよ根豆子は犠牲にな,なっちゃっただけでうんなんかさうん鬼の血を浴びた あやっぱ吸血鬼みたいな感じなんだね。傷口に鬼の血を浴びた。じゃあ向こうも怪我してんのか一矢報いた感じ禰豆子が。じゃあ見たかもしれんね、相手を。うんうんうん。あーダメなんだ。うん

冷たい顔してるけど実はこう優しいみたいなないなんかあああなんかなんだって <laughs> ごめんななんては <laughs> うんうんガッツ見せろってこと なんかすごい説教してくれるけど <laughs> うんえあ、あし、あるかもしれないのあーなんかすごい教えてくれるねなん,なんでこんなこの人切れてんだ なんかこの人も過去にありそうだね。同じような経験してるんかもしかして。なんだなんでこの教えてくれとしてるんだお、あ、やっぱりなんかさ、悟そうとしてるんだ。何この人もこの人と愛が深いぞ。うん。あ、ちゃんと分かってくれてるのね。心情を。うん。 あこんな顔してすごいなんか心の中はカカオ <laughs> あ<ー>なんて書いてある悪鬼滅殺うんやっぱりお立ちような経験をしてるんじゃないかなだからこそあやっぱなおえ なんか、炭治郎を目覚めさせようとしてるのか本当に。なんかすごい面倒見いいよ。なんかそんな感じに見ちゃった俺。そんなシーンじゃないんだろうけどさ。<laughs> あ。炭治郎の。今、斧持ってたよね。確か。うーん、まあ無理だわな。だってお、おにぎり様だもん。そりゃあね。だって炭、炭あ、あ やっぱり自我があるんだねやっぱこれ戻るよんん <laughs> やばえー、めっちゃ頭脳派なんだね。え切れた振りだったの。いや、なことないよな。相当でも頭が切れるんだね。まだちょっと炭治郎っていうキャラのさ、性格は分かってないけど、とりあえず愛が深いのと、頭が回るね、意外に。ん ああ、禰豆子。あ、そうそうそう、そう、鬼じゃん、鬼だけど、おん鬼になっちゃったけど、自我があるんだよ、おにぎり様。殺して食べ、あい、そんな理由ですか。栄養価が高い、そんなリアルな。 ああ。あーあー、飢餓状態なんだね。ははあ、はあ、はあ、あ,あ、だから栄養価が高い。あやっぱり。ああ、そこ耐えたってことね。ああ、自我が強いんだね、そこは、じゃあ。すごいんだ。うん。いやー絆ですよ。家族の絆よ。 お兄ちゃん大好きだから。し、炭治郎も大事に思ってるから。てか今、あれだね、気絶させてくれたね。やっぱちょっと、感じてくれたんだ。やっぱ優しいんだね、あのおにぎり様、絶対。最初、すごい冷たい面してるからさ、なんか、すげえやべえやつかと思ったけど。ああ、お母さんでやっぱダメだったんかな。まあ、二人きりってことか、やっぱり最後の生き残り。 かなんか、猿靴かあれは。あ、そういうことだったんか。あの、あれは。なんか巻物でも持ってんのかなと思ったけど、ずっと。富岡義勇に呼ばれてきた。うん。あ、やっぱ吸血鬼と一緒、それは。あの、品に当たると弱体化しちゃうみたいなことかな。 だからやっぱり昔話の中でもあの夜だけってやっぱ本当だったんだねあれはねある程度あすげえ完全にえあ正気保ってますやん禰豆子克服したんかなあーでもなんかこう鬼っぽいね爪がじゃあ史上初のこの自我を保った鬼として一緒に行くのかお母さん いや、ダメだよね。もう、もう、家族はもうダメなんだよね。ダメなんだよね。あー。なんだっけ、タイトル。残酷、残酷すぎますよ。1話。<laughs> あ、こんな感じだったんだ。鬼滅の刃って。なんかこう。あー、エンディングね。 1>, 1話からこれか。<laughs> 重いなあ、リサかな、これ。鬼滅の刃。俺、ジャンプだし、もうちょっとこの、明るい展開かと思ってましたわ。<laughs> まあでも、まあ、ブリーチも重たいところから始まったしな、なるともまあな、いじめとかな、独りぼっちとか、あ、なんか、 これはオープニングエンディングめっちゃ作がいいけど、これ多分、今後チェンジする映像とかじゃないよね。おそらくこれがオープニングとかだよね。あー、根津子かわいいな。根津子かわいいな。なんか下ろしたらさ、あ、かっこいい。なんかよりさ、あのー、 お姉さんしてた時よりも、なんか可愛い家が出たというか、幼くなった感じがあるな。お姉さんって感じだったのが妹っぽくなったわ。あー、あーなんかこれね、これね、なんか見たよ。18話かなんかで。うん。いやー、リアルタイムで見たかったな、これ。あやっぱ今のがオープニングで、エンディング今回カットで、これちょっと、 とりあえずで流すみたいな感じだね。おおこれが鬼滅かいや、ついに乱してしまったぜ。<laughs> いや、もうこんだけブームになってるからいや、絶対面白いはず。うん。だと思ってる。いや、映画もやってるじゃないですか。え終わったんかなどうなんかななんか無限列車編ってやつ。なんかやってたよね。あれもめっちゃ話題になってるし。 あれをまず見たいなって思ったんだよ。見たいんだけど、あの、この鬼滅そもそも知らんから <laughs>、すごい中途半端に。ツイッターでさ、こう、大体ネタ画像が流れてきたりとか、みんながなんとなく喋っていたりとか、ねずこねずことかさ、なんか炭治郎とか、あの、花井夏樹さんの、えー、ゲーム実況とかもちょこちょこ見てるんですよ。だからなんとかの呼吸とか、なんかトレンドにも上がってるし、本当に断片的にね、すごいにわか。<laughs> だから、あの、これからね、 しっかり、えー、決めねば見ていいきたいと思っております、まあ、とりあえずね今回第1話見ていきましたが、えー、まず、あ、炭治郎は家族愛がすごく強いねっていうか、まあ、全体的なのかな物語的になんかみんな情が情に厚いというかクズみたいなのはそんな出てきてないよね今のところねまず、えー、炭治郎の人物像としてはえず、ー、家族愛が深い慕われているお兄ちゃん で、炭焼き。んじゃ炭売りをしているのかな炭焼いてるのは誰だか知らんけど。えー、炭治郎。で、街に降りていって、なんか街の人とかも結構打ち解けてたけど、なんか旅に出たんかなあれは。もう街の人出てこないのかなで、鼻が効くんだよね。鼻、鼻。鼻が効く主人公って珍しいよね。なると、なるとはそんなでもないか。<laughs> で、えっ、ー、と、ねずこね。ねずこが、 おにぎり様に切られそうになったけれどもえーたぶん史上初なんだろうね、えー、普通家族でさえ食い殺すって言ってたからおにぎり様はで、えー、絶対やばいと思ったんだけどお兄ちゃんとのこう愛というかで、えー、自我を取り戻したんかなそれかもしくは禰豆子が特別なのかなんか能力を持っているというか適合したというかまあその鬼吸血鬼か鬼かわかんないけどまあその 性質がまだ見えてこないですす今後描写されると思いまネずコなんかおっきくなってたよね <laughs> パワータイプなんかな一緒に戦ってことになるんだろうねうーん今とりあえずね中途半端に知識が入ってきちゃってるからそれをねつなぎ合わせるのがすごく難しい下手に語らんことにしますわ <laughs> とりあえずまあ数はこれからね、えー、見ていこうかなと思っております考察はまあそれからにします はい。というわけで、えー、今日のカズマックスのアニメリアクション、えー、鬼滅の刃1話でございました。じゃあ次回2話でお会いしましょう。じゃあね。